この親子ミニサロンは、子育て家庭の身近に潜む危険や事故にならない予防など、乳幼児期に気をつけてほしいことを知ってもらいたいと、子育て支援センターで開かれたもので、この日は町内の親子9組が参加しました。講師には日本赤十字社の青木悦子さんを招き、乳幼児の一時救命処置について講座と実技が行われました。一時救命処置とは、心臓や呼吸が停止した傷病者に対し、心肺蘇生や AED を用いて、その場にいる人が救急隊や医師に引き継ぐまでの間に行う応急手当のことで、講座では1歳未満の乳児と1歳から6歳までの幼児への処置方法の手順が紹介されました。呼吸を、しっかりします。で、かぜ入りしてるのは気道確保ということで、確保としてこの顎を少し上に上げる。そうするとお鼻からお口からというあたりが肺の方に新鮮な空気が送られます。青木さんから、乳児への胸骨圧迫は横から見たときに3分の1くらい沈むように、1分間100回から120回の速さで押すことですと説明があると、参加者の皆さんは人形を使って実践していました。その後、幼児への胸骨圧迫や AED の使い方も紹介され、参加者の皆さんはいざという時のために真剣な表情で聞いていました。足なんかの時にやったことあるんですけど、やっぱり動いてないので、その心臓マッサージの感覚だったりとか、なかなかね、